北海道弟子屈町の川湯温泉。硫黄山から流れる新鮮な温泉は、古くから湯治場として人々を癒してきました。その驚きの泉質とは、酸っぱ。川湯温泉の泉質の秘密に迫ります。皆さんこんにちは、弟子屈町公認アナウンサーの川上亮介です。今私はですね、川湯温泉に来てるんですけれども、もうねこの場所に来ると川湯に来たなっていう感じがしますね。後ろを見てもらうと湯気がどん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 上がってきてます。今日はこの川湯温泉の魅力をですね、温泉ソムリエの方と一緒に紹介していきたいなと思います。ということでこちら川向さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。この川湯温泉の特徴ってで、どんなところにあるんですか？はい、泉質としては強酸性の硫黄泉ということで、非常に酸性度が高い温泉になっております。目安となる pH、うん、pH 値が 1.7 ぐらいということで、本当に全国でも酸性度が非常に高い温泉と言えると思います。川湯温泉の温泉水はなんと五寸釘も10日で溶かしてしまうほどの強酸性。温泉水の殺菌効果を調べた実証実験では、水道水と比べ平均して 95% の菌が減少。その殺菌効果が証明されました。全て温泉街が源泉のかけ流しというところなので、鮮度が非常に高い温泉と言えると思います。温泉街から車で5分ほどの距離にある活火山の硫黄山から流れる新鮮な温泉です。はい、ではちょっとあちらに足湯がございますので、はい、ぜひちょっといいですか？はい、待ってました。行っちゃいますか？あーおーこれですよ、これですよ。一瞬ちょっと僕傷もあったんでピリピリピリってはい来ますね、これね。そうですね、ピリッとくるのが酸性泉の特徴 で、はい、でまさに今おっしゃったような切り傷とか、はいはい、そういったものが本当に治りやすいという効果が、はい、ございます。でも本当ものの数秒だけど、この足一部入れただけでもう体の芯がぐわーっと今、はい、温まってきてる感じがあって、この温泉の蒸気に当たるだけでも痰の切れが良くなるなど蒸気浴の効果も。一押しが温泉街を流れる温泉側を歩く蒸気浴ウォーキング。エコミュージアムセンターでは散策に使える長靴やアウトドアウェアなどの貸し出しも行っています。鴨川さん、ここは何ですか？こちらはですね、はい、最近ちょっと許可を取ったんですけども、はい、陰泉、温泉をこう飲むところができるコーナーになっております。非常に良いとされていて、胃の動きをこう活性化したりとか、そういう効果が期待できると言われてます、はい、ね、無色透明なんですけれども、はい、めちゃくちゃ鉱物がたくさん入っていて、はい、濃い温泉になっています。じゃあ、いただきます。素晴らしいリアクションでちょっと胃腸が調子悪いとかギリギリの方とかはご遠慮いただいた方がいいかなと思います。はい、ちょっといい生活の中にも温泉が根付いています。手水、はいはいはい、まあ、神社に入り口にあると思うんですけれども、はい、実はこちらの神社の手水はこちら温泉なんです。あ、そうなんですか？はい、見てください。おお、熱いこの素晴らしい効能がいろいろとある詰まった川湯温泉ですね。皆さんもぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。ぜひ今度は川湯で会いましょう。今日はありがとうございました。